ケーブルカー。ケーブルカーとは、山岳の急斜面などを、工作、ケーブルが繋がれた車両を、巻き紙機等で巻き上げて運転する鉄道である。工作鉄道とも言う。また、近年では、山岳地帯での使用にとどまらず、車両に動力を積まないため、推進効率に優れているので、都市や空港等での輸送にも用いられる。一部では、ロープウェイやゴンドラリフトなどの、 普通速度のことをケーブルカーということもあるが、日本では工作鉄道だけをケーブルカーと称することが一般的であり、本校でも工作鉄道についてのみ解説を行う。以下、単にケーブルカーとある場合は工作鉄道のみを指す。日本のケーブルカーの多くは鉄道事業法による鉄道事業免許を受けているが、一部のケーブルカーは遊園地の遊具扱いであったり、 旅館内のエレベーター扱いの場合もある。香港では基本的に日本のケーブルカーは鉄道事業法、旧地方鉄道法に基づくものを扱うが、鉄道事業法に基づかなくても一般人が乗車できるケーブルカーについてはできるだけ歴記する。ちなみに英語でといえば日本語と同様にケーブルカーやロープウェイを指すこともあるが、アメリカ英語では一般的には サンフランシスコケーブルカーに見られるような、軌道下で常に動いているケーブルを、多数の車両が掴んだり離したりすることで動く。システムの、循環式、ケーブルカーを指し、日本で見られる2両が、交互に上下する、高層式ケーブルカーと吐くシステムが異なる。イギリス英語では、は、ロープウェイを指す。高層式ケーブルカーは、英語では、フニクラーと称することが、一般的である。 関連項目、ふにくりふにくら。方式としては主に以下のものがある。高層式、鶴瓶式のケーブルカーの軌道には単線高層式と複線高層式がある。複線高層式、複線二両高層式は二つの車両、または二編成がそれぞれ別の線路を上り下りする。単線高層式のうち、二つの車両、または二編成で運行する単線二両高層式では、 中間地点を伏線として車両の行き違いができるようになっている。この線路の分岐部には可動部分がない。これは車両の片側の車輪がフランジでレールを挟む溝車輪にもう片方の車輪がフランジがない平ら車輪となっており、外部から操作することなく溝車輪の案内だけで自然に互いに別の線路を進むようになっているからである。なお伏線と称していても 必ずしも複線構想式ではなく、単線構想式を並べたものもある。近鉄1駒工作線の宝山寺線は2つの単線2両構想式のケーブルカーが並んでいる。構想式ケーブルカーの線路は、最急勾配が山上側の終端付近に、最間勾配が山下側の終端付近になるように建設するのが最適とされる。車両の停止も、 巻紙装置の操作によって行われるため、停止位置に近づくにつれて抵抗が大きくなる。線形であれば、停止操作をスムーズに行うことができる。これに従わない線形の場合、停止時の巻紙機操作が難しくなる。動力は、多くが電力で巻紙装置を動かす方式を採用しているが、車両に水タンクを積み、そこへ水を入れ水の重みで水を抜いた。 もう片方の車両を引き上げる方式もある。一両構想式の場合は、片方は重りなので、水を抜いて重りより軽くなれば上昇。水を入れて重くなれば加工する。この水力式は日本では、鉄道事業法の適用を受けたものには、例がないが、遊戯施設としては、高知県八木郡馬路村のものが存在する。車両は、 外部から引っ張って運転するので動力のための電力の供給は必要ないが車内照明や自動ドアなどのためにバッテリーや線、第三機場などから電力を供給している。パンタグラフがついている車両があるのはそのためである。都兵器やブレーキの動力源として空気圧縮機や電動油圧ポンプを搭載している例もある。車両の構造は傾斜に対して 床が水平になる、よう、平行四辺形状の車両を用いて車内は階段状になっているか、客室の床と山徳側の車輪との間が大きく空いていることが多い。特殊なものでは、北海道札幌市、モイワヤマミニケーブルカー、モーリスカーが、形の支柱を取り付けた車台にゴンドラリフト半機に、似た形のキャビン2機を懸垂させて、 どんな傾斜でもキャビン内が常に水平を保つ構造となっている。河川を有する場合も、河川が1本のみの場合と2本の場合がある。2本の場合、1本が電源供給用で、他の1本は通信用である。車両の点検、整備のため、両収単液構内の線路はピット構造となっている例が多い。車両に動力はないものの、急勾配で運転されることから、 ケーブルの固定装置やブレーキ装置の点検、整備には、ケーブル自体や巻紙機等とともに、最新の注意が払われる。ケーブルカーの機関は、他の鉄道と直通することがないため自由に決めることも、できるが、枕木などの汎用品の利用で有利なことが多いため、日本では JR などと同じ線 67mm 機関を採用しているのが多い。 ケーブルカーの車両に乗務している乗務員は必ず前方に乗務しているその上乗務員がいる箇所には一見自動車のハンドルのような円形やクランク状のハンドルがあることも多いこのためよく運転手と勘違いされるが実際には車掌が前方確認のために前方に乗務しているものであり運転士は山上川の駅にある運転室に詰めていて 巻紙装置を操作している。円形やクランク状をしたハンドルは、ブレーキ、留置中の転動防止用の手ブレーキで、線路内に倒木等の障害が発生した、際の緊急停止用にも使用するであり、自動車のサイドブレーキに該当する。ブレーキを空気圧、または油圧作動とした場合は、ハンドルに変えて、小型の非常コックやペダルが乗務員席に配置される。 ブレーキとしては他にケーブル切断、または士官、加速度を検知して自動的に作動する非常ブレーキ機構を備えており、急斜面で暴走しても停止できるように欠上の制動紙でレールを挟み込む、等方式をとっている。乗務員席には他に通信掃除枠、運転手との連絡用や照明スイッチ類、空気圧や油圧の計器類、ブレーキに空気圧や油圧を用いる場合、 放送機器等が備えられている。ケーブルカーの故障は、通常旅客営業を目的とする、工作鉄道に対して用いられるが、産業用に建設された、工作鉄道、つまり、貨物用、ケーブルカーを、通常インクライン、英語、インクライン、傾斜、鉄道と称する。山岳地帯での材木の輸送、ダム工事現場での資機材の輸送などに対応される。 日本国内に現存する高級施設としては、黒部トンネル端部と黒部川第四発電所を結ぶ、関西電力のインクラインや、高知県秋郡馬地村や神奈川県愛好郡、愛川町、清川村の宮ヶ瀬ダムにあるものなどある。日本国外では、アメリカ合衆国ペンシルベニア州南西部の都市、ピッツバーグにある日本のインクラインが知られている。日本国内において、 過去、最も知られた導入事例の一つは1891年から1948年まで運用された、琵琶湖コ水のインクライン、毛アゲインクライン、伏見インクラインで、高低差がある水路間で船を往来させるため、毛アゲインクラインでは、京都市の南禅寺線ダメと毛アゲ間の傾斜区間に、軌道を付設し、ワイヤーで牽引される、船明枠という台車に船を乗せ昇降させた。 なお、蒸気の馬地村のケーブルカーやピッツバーグのデュケーン、インクライン、およびモロンガヘイラインクラインのように、産業用に建設されたインクラインを、旅客用に転用したり、復元したりしたケースで、インクラインの故障がそのまま使用されることがある。黒部川第四発電所のインクラインは、客室キャビンが着脱式になっており、客室キャビンを取り外すと巨大な荷台が現れ、 大きな貨物の輸送が可能である。16世紀初頭にはすでにオーストリアのザルツブルグのライスツークで木製のレールを利用したケーブルカーが運行されていた記録がある。19世紀前半にはイギリスの各地の鉱山ではすでに定置式蒸気機関を使用して鉱石や石炭の搬出に使用されており、1825年に開業した。 ストックトンダーリントン鉄道でも路線の大部分は定式蒸気機関でロープを巻き上げていた。1869年7月2日にニューオーリンズで PGT ボーリガードによって発明された図上の循環するロープを掴んだり離したりすることで推進するケーブルカーが実演された。彼は1869年11月30日に特許を取得した。 現存する世界最古のケーブルカーはサンフランシスコで1873年に建設されたケーブルカーである。旧坂の多いサンフランシスコにおいて技術者アンドリュー・スミス・ハルディが馬車に代わる輸送機関として考案し建設した。その後、旧坂のある地域以外でも路面電車に相当する公共交通機関として全米へ、さらには 米国外の主要都市に建設されたまた山岳における公共交通機関としても建設が進められていった日本では1918年に開業した生駒工作鉄道現在の近鉄生駒工作線が最初のものである大正時代末期から昭和時代初期にかけてロープウェイとともに全国各地に建設されたしかし昭和恐慌による 観光需要の激減により新規建設は途絶え、さらに第二次世界大戦末期の戦局悪化により、もともと観光を目的としたものであった、ケーブルカー路線は大半が不要不急線に刺され、休止に追い込まれた。生き残ったものは山上にも町があり、観光以外の需要があるものだけだった。戦後、1950年代頃から、生活水準の回復、向上に伴い、 観光需要が増加してきたため、不要不急線として休止されていた路線が復活したり、新規に路線が建設されたりした。しかし1970年代以降は、どのような地形でも建設できる上に、土地買収が少なくて済み、環境破壊も少ないロープウェイが新しく建設される、登山用交通機関の主役となり、かつ国内観光需要が頭打ちとなったこともあり、 ケーブルカーの新規建設は止まった。平成に入ると、モータリゼーションの進行、多くのケーブルカー路線は、並行する観光登山道路があるや国観光需要の低下、観光スタイルが変化してきたこと、以前多かった自社観光が減少したため、山上の自社参拝のための路線が影響を受けている、例などなどから、利用客が減少するようになった。また、ロープウェイと異なり、 現在は日本ではケーブルカーの量産や新規設計は行われていないために古い設備の更新には多大の資金が必要であることもあり外国から設備を輸入して更新した例もあるが逆に資金負担に耐えられずに路線が廃止されたところもあるかつては旅館内に敷設されたケーブルカーの一部にも地方鉄道法に基づく正式な鉄道扱いのものがあったが 現在では、長大なエレベーターやエスカレーターが、設置可能になったこともあり、すべて廃止されている。鉄道扱いでないものは、今でも各地に現存しているが、それも次第に傾斜地用のモノレール、スロープカーで置換される傾向にある。1873年に、サンフランシスコでによって、馬車鉄道の代替として開発され、19世紀末から20世紀。 初頭の都市交通機関としてアメリカ合衆国で使用された。当時はまだ路面電車に使用されるような小型高出力の電動機がまだ十分ではなかったので、パワーステーションと呼ばれる末置式の蒸気機関で作動する巻き上げ機を使用するケーブルカーが優だったという背景がある。高性能の路面電車の普及によりそれらの都市交通としてのケーブルカーは 大半が20世紀初頭に運行を終えている。近距離輸送の分野において比較的簡略な車両や設備で自動運行できるため、近年では新交通システムの一環である水平エレベーターとしての需要が高まりつつある。ミニメトロやや国内でもかつて運行されていた横浜博覧会の SK システムや広島市秋区の懸垂式モノレールであるスカイレール、 空気不常式の成田空港第二ターミナルシャトルシステムのような例ある。勾配、パーミルの少数点以下は死者後入。休止、廃止日は最終営業日の翌日。後継会社による場合を含め後に復活したものは除く。日本以外の国では坂の多い町で路面電車の代わりに導入された例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。